皆さんこんにちは、 DOT 劇団の田本です。今日はこちらです。はい、こちらでございます。ぴょこぴょこぴよこでございます。はい、こちらはダイソーで買ってまいりました。ということで、まずはこちらを開けていきたいと思います。はい、ということで開けてまいりました。で、ぴょこぴょこぴよこはほらこのような感じになっておりますね。そしてこちらのゼンマイを回すと、まあ名前の通りこのようにぴょこぴょこ動くということですね。いやー、まあ鳴き声はしませんけど、このぴょこぴょこぴょこって動くのが本物のひよこらしくて可愛いですね。いやー、私もあのお祭りのひよこを思い出しますね。はい、ということで今回はぴょこぴょこぴよこを紹介しました。で、感想はですね、まあ見てもらったらわかるんですけど、まあこのように、まあ泣きはしないんですけど、まあ本物のひよこみたいにぴょこぴょこ動いて、ふわふわのとても素晴らしいおもちゃが手に入ったということで、本当に良かったです。で、皆さんもこちら、ダイソーに売っているので、ぜひ気になった方は買ってみてください。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。